こんにちは。好きな人からの LINE の返信は皆さん気になると思います。自分の思っている返信が来なかったりすると不安になりますよね。好きな人からの LINE に一喜一憂していませんか？今回は女性が脈ありサインを送っている LINE の特徴を10個ご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 1. きちんと返信が来る。よく返事が来る速さで相手が自分のことをどう思っているのかがわかると言いますよね。返事が遅いと不安に思ってしまう男性も多いと思いますが、遅いからといって脈なしかというと必ずしもそうではありません。返事の速さよりも既読無視せずきちんと返ってくることが重要なポイントなんです。女性は好意を寄せる相手からの LINE に即座に返信するとは限りません。好きな相手には駆け引きで返信をわざと遅らせている場合があります。例えば返信するタイミングを見計らってあなたに返事はまだかな、待ち遠しいなと思わせたいという気持ちが働いていることも。またあなたの勤務時間に配慮しているケースや好きな相手だからこそゆっくり内容を考えている可能性もあります。どうでもいいと思っている相手なら時間をかけて内容を考えたりはしないはず。好きな人だからこそどう送ろうかと悩んでしまうのです。他にも自身の仕事の都合や用事があるなど単純にすぐに返信できない状況なのかもしれません。好きな人からの LINE なら返事が遅くなることはあってもそのまま放置することはありません。返事のスピードではなく返事が来るかどうかが脈あり脈なしを判断する重要なポイントになります。 2. 何でもないことを送ってくる。今日あった出来事や天気の話など中身のない内容の LINE を送ってくるというのはあなたのことが気になっている証拠です。好きな人と話したいけど面白いネタがないという時ありませんか？男性でも女性でもこのような気持ちになったことがある人は多いと思います。女性もきっと特に面白いネタはないけれどあなたと話したくて当たり障りのない LINE を送ってくるのでしょう。好きでもない人から今日は寒いねや今日何々したんだよなどの中身のない LINE が送られてきたらめんどくさいなと思ってしまいますが、好きな人からだったら LINE が来たことに嬉しくなってしまいますよね。女性から天気の話や今日あった出来事などの LINE が送られてきたら脈ありの可能性が高いです。 3. 質問が送られてくる。女性からあなたについての質問が送られてきたらあなたのことをもっと知りたい、興味があるということになります。男性もそうだとは思いますが、女性も好きでもない相手には質問はしないものです。休日は何してるの、どんな食べ物が好きなのなど好意を抱いていない相手にはあまり聞きませんよね。気になる男性だからこそもっと知りたいと思うのです。例えば好きな食べ物を聞くことでおすすめのお店があるから今度一緒に行こうと自然の流れでデートの誘いに発展させたり、休日何をしているのかを聞いてあなたがどう過ごしているのかを探っているのかもしれません。また女性があなたとの LINE を長続きさせたくて必ず返事が来るように疑問形で送っているというのも考えられますね。話を続けたければ質問で返すのがいいというのは誰でも聞いたことがあると思います。好きな人との LINE の時間は幸せな時間ですよね。そんな幸せな時間を長続きさせたい、 LINE を終わらせたくないと思い質問しているのかもしれませんよ。 4. 恋愛の話題が多い。女性は気になる相手には恋愛の話題を振ることが多いんです。男性は女性は恋愛の話題が好きだから振ってくるんだろうと思っているかもしれません。ですがそもそも男性には恋愛の話題は振りにくいのです。それでも恋愛の話題を振ってくるということはあなたのことを恋愛対象として見ているのでしょう。女性はその話題の中であなたの好きなタイプや恋愛観を聞き、自分が恋愛対象になるのかを見分けようとしています。好きな人のタイプは気になりますし、好きな人の好みに自分を近づけようと思いますよね。もし好きな人から好きなタイプなどを聞かれたらあなたに好意を寄せているのは間違いないでしょう。 5. 名前を頻繁に呼んでくれる。好きな人の名前はついつい呼びたくなってしまうものです。女性が名前を呼ぶという行為には親しくなりたい、距離を縮めたいなどの気持ちが込められています。あなたも名前を呼ばれたら親しみが湧きませんか？例えば、何々くんお疲れ様、何々くんもう仕事終わった
のように頻繁に会話の中に名前が入っている場合、意識してあなたの名前を入れている可能性が高いです。普段会っている時には恥ずかしくて名前を呼べないという女性も LINE では名前を呼んでくるかもしれません。名前を頻繁に呼んでくるなと感じたら脈ありの可能性が高いです。6、予定を聞いてくる。休みは何してるの？次休みはいつなの？のように女性からあなたの予定を伺う LINE が来たら、あなたに会いたいという気持ちが込められている可能性が高いです。あなたも何とも思っていない人の休みの予定なんて聞かないですよね。女性も気になる相手にしか休みの予定は聞きません。なのであなたの予定を聞くということは、あなたと会いたい、もっと言えばデートに誘ってほしいという女性からのさりげないアピールなのです。あなたの予定を伺う LINE が来たら脈あり間違いないでしょう。思い切ってデートに誘ってみるチャンスです。7、行きたい場所を伝えてくる。行きたい場所を女性が伝えてくるとき、あなたとその場所へ行きたいと思っている可能性が高いです。面と向かって言うのは恥ずかしくても、LINE でなら自分の気持ちを素直に言えるという女性は多いです。何々に行きたいと LINE してくることは、あなたにデートに誘ってほしいという分かりやすいサインなんです。行きたい場所を伝えてくる内容の LINE が来たら、よかったら一緒に行かない？じゃあ一緒に行こうといったように誘ってみてください。反対に何々に行きたいという内容の LINE が来たのに、あなたが誘ってあげないと女性が脈なしだと諦めてしまうことも。気をつけてくださいね。8、褒めてくれる。声に出して褒めるのは恥ずかしくてなかなかできることではありません。しかし LINE でなら顔を見ないで伝えることができるため、素直に褒められるという人が多いんですね。女性があなたについて褒めるのはあなたへのアピールなんです。あなたの細かいところまで見ているというのは気になっている証拠。例えば身につけているものや髪型、容姿などを褒めて、あなたのことを見てるんだよ、気になってるんだよと積極的にアピールしているんです。女性が LINE であなたのことを褒めていたら脈ありの可能性が高いですよ。9、絵文字やスタンプが多い。女性は男性よりも絵文字やスタンプを使う人が多いかもしれません。LINE は文字だけのやり取りであるため、表情やその場の雰囲気を伝えるのが難しいです。なので絵文字やスタンプを使ってよりリアルに気持ちや雰囲気を伝えようとしています。女性は少しでも自分の感情を伝えたいもの、たくさんの絵文字やスタンプを送ってくるなら、あなたに良い印象を持たれたいと思っているのかもしれません。10、以前話した内容に触れる。以前話したことのある内容に触れる LINE が届いた場合には、脈ありの可能性が高いです。例えば、この前言ってた何々の曲聞いてみたよ。この前言ってた何々見てみたよ。など、以前あなたが話していたことを覚えているよというアピールです。好きな人が話した内容は自然と覚えているもの。あなたも自分の話を覚えてもらえていたら嬉しいですよね。様々な脈ありラインの特徴をご紹介しました。男女によって考えていることは少し違うものですよね。ぜひこれらを参考に、女性から脈ありラインが届いた場合には、ぜひそのサインを見逃さず、うまく相手との距離を縮め発展させてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。